はい、どうも、タクタクです。はい、鑑賞書、やっていきましょう。物置部屋に入れるようになっております。さあ、行きましょう。エリーザの、なんか影が見えたとこですね。物置小屋、ここか。この先は、幽霊騒動があった場所。物置部屋の鍵を使った。エリーザじゃないのかもしれませんし、幽霊なのかも、本当の。子供部屋だな、物置部屋というより。あ、違うか。子供のものがあるから、まあまあ、個人ですからね。まあ、そう見間違えても仕方がない。この木馬から見てみるか。あ、動かせるよ!ちょっと待って。あ、そういうことだね!そういうことなんだね!私は今、さら思い出しました。それはですね、2階に確か、2階だったかな?チェス盤みたいな、なんか、これか。これ、じゃない。これじゃないよ。どこだったっけ?階段が、どこから登れるんだっけ?あ、物置の対面にあるね。物置の対面にある階段から2階に上がり、つまりですね、あったんですよ、謎解きみたいなのが。いや、これ覚えといた方がいいんじゃないかなって言ってたんだけど、あ、もう、案の定覚えてられませんでしたね。ここか、ほら来た、これだ。チェスの絵のようだ。右前にクイーン。左真ん中にビショップ。うん。右奥にナイト。こんな覚えられないんで、一回写真撮りました。スマホで。はい。で、これを、覚えて、奥振りをして写真を見ながらやりましょう。で、つまり、どれがクイーンかってことですけども、これが多分クイーン。あ、そして穴を掘るものがありましたね。右前にクイーンだから、ちょっと一回、こういうことかな。右前にクイーン。左、真ん中。左真ん中にビショップ。これが多分ビショップなんでしょうね。で、ナイト。この木馬が、ナイトなのかな。あ、これ動かせない。ここにナイト。来た!カチリと音が鳴った。どこで?ん?あ、お!扉が開いてるよ!これも持っていきたい。喋る。持っていく。薄汚れた子には乱雑な絵が詰め込まれている。この辺は調べなくてもいい感じ?開けてみましょう。こんなところに扉が。こんな仕掛けがあったなんて。これじゃない?いいところって。もしかしたら。あ、何?どういうこと?無数のベッドが並んでいる。どっかの医療施設だろうか。ん?あ。キャンセルボタン。あ、待って。ちょっと待って。心の準備ができておらぬ。行くぞ。うわ。移動しづら。うわ、いるぞ。ここで何かひどいことをされていた。ああ。さあ、こっちだ。いいところです、いいところ。きっと。なんか置いてある。日記がある。私はなぜこんな場所にいるだろう。かつて表舞台の第一線で戦っていたというのに、誰もが私の手招きに感銘を受けていいですか?何もかもがうまくことが運んでいた。しかし時代が変化するとどうだ?皆が手のひらを返すように見向きもしなくなった。それどころかその
手さばきかな、さっき。そのやり方はもう必要ないと、私を殺人者呼ばわりする者すら現れた。追いやられるように行き着いた先はこんなちっぽけな孤児院だ。町の者は素晴らしいと評するが、実際を捨てられた孤児のお払い箱だ。私は絶望した。私はここにいる者たちと同じようにこの世から必要ないものだと、数々の功績を残した私が。だが、神はちゃんと見ているのだ。偶然にも孤児院を改装する際に見つけたこの地下道、その先で小さな実験室のような部屋を見つけたのだから。戦時中にここで何かおぞましい施術でも行われていたのだろうか。こんな隠された場所で行われていた何かにきな臭さを感じた。だが私の内なる衝動には逆らえるはずもない。私の研究はまだ終わってなどいないからだ。そして都合よく研究対象もある。ここの子供たちは所詮親なし。仮に不慮の事故が起きたとしても誰も関心を持つ者などいない。エリーザ、彼女は生気を失った子供たちの中でも一番美しく輝いている。この子が良い。この子を使って研究しよう。逆らえないようにベッドに拘束具をつけよう。脳の手術が始まれば、おとなしい人形となる。脳みそを維持されたんですね。かつて壁にかかっていただろう時計が落下してその役目を終えている。あ、時計の針だけは綺麗に残っている。何かの役に立つかもしれない。確かに止まってる時計があった。この先は、うわ、これはきな臭さがやばいですね。戦時中に何が、長えな。分厚い扉がある。その重々しい扉はまるで侵入者を拒んでいるように見える。入ろうか。鍵がかかってはいないみたいですな。血だらけや。作業台のようなものがある。錆びたハサミや医療用メスが乱雑に置いてあり、当時のまま時だけが流れたように感じる。薬品がたくさん並んでいる。危険取扱い注意。5年前の新聞。明らかになった残忍な犯行。個人の地下室でおぞましい犯行が行われていたことが分かった。ベッドの近くには刺身で全身滅多刺しにされた女児が倒れていた。すでに亡くなっているが、院長のハーネス氏がこの事件に関わっているのは間違いなさそうだ。これで犠牲者6人に増えた。なるほど。これが、あれかえ、エリーザ。あ、何か思い出そうとしている。やめて、エリーザ。何を、院長様。怖がることはない。君はとても楽になれる。救われるんだよ。心が穏やかになり、もう不安や恐怖心を感じることがなくなる。もう町の連中の目に怯えてビクビク暮らす必要もなくなる。楽にしてあげよう。悩みの種であるアルノルト君のことも。ひぃ。来ないで。誰か。やめろ。お前、何を。あ、何もかも台無しだ。院長、これは。ひぃ。誰か助けて。追いかけてった。何をしたんですかね、エリーザーの時。は、多分、抵抗したってことですよね。ベッドの下に何か光るものがある。写真。私とエリーザの、私は、こんな場所があったなんて、そんなことがあったなんて全然知らなかった。院長さんも優しい方だったのに、そんなことをする人だったなんて何も知らずに。エリーザ、ここであなたは、二人の写真を手に入れた。何の抵抗をしたんだろう。私は、どういう抵抗があったのか。
多分次はシャベル使うのかな。でもパーツがなかったな、ここ。ちょっともうちょっと見てみる。なんか取り忘れみたいな、うん、周りに散らばってきたらやはり年数、年月が土なだろう。うーん、こう、まあ、必ずなんかこういうイベントごとの近くにあんのかなって思ったんだけど、そういうわけでもないのか。暖炉の中にあったのはたまたまだったのかな。そういうとこに隠されてんのか。変わったところに。うわ、出た。ダメ。来るぞ。来るね、これはね。マイル、来ないで。シュー、いや、逃げづらいんだよな、ここ。早え。早え。ああ、よかった。ここまで来れば大丈夫。うわ、大丈夫じゃなーい。ここまで来れば大丈夫かな。エリーザじゃないんじゃない？当時僕はあの館の専門医師として雇われていました。月に二度ほど通っていて、しかしまさかあんな事件が起こるなんて思ってもいませんでした。子供たちのことを思うと今胸が痛みますが、今ですか？ええ、そうです。あの事件で生き残った少女のケアをしています。リリーという少女です。ほう。これ誰？アルノルト？あ、待っててって言ってたもんね。探しに来たんだ。あ、ここも見つけた。物置や物置。大抵の部屋を回ってみたが結局見つからなかった。残るはリリーの部屋か。一体君はどこへ行ったと言うんだい。アルノルト編？アルノルト編スタート。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。いや、すごいリセットしたけど。ちょっとさ、いや俺さ、これさ、これ戻ってこれるかな？いや、これさ、これ持ってって、先にやっとくべきなんじゃない？これ。うわ、わからん。どうなの？ちょっと一回でもやりたい、それ。中庭入って。だったとしたら俺これ進めとくし、このルートで。こっちだよね。ここだよね。ここだよね。セーブ分けといてよかったな。ここにシャベルを、はい。掘った。パーツがあるだけかな？あ、なるほどね。右足を手に入れた。でもこれ回収できなくならなくはないような気も、気もするから、このまま進めますか、これは。ね。ちょうど1時間でアルノルト編。アルノルトはどこに行けばいい？あ、あれかな？物置のとこに行けばいいのかな、単純に。物置のとこに行きましょうか。あれどうやって降りるんだこれ。あ、こっちか。ここだ。館一通り調べた後、あ、リリーの部屋か。リリーの部屋開いてないんだよな、でも。あ、書いてない。文字が、大きな鏡がある。自分が映っている。やっぱリリーも心の病があるからなんですかね。なんか字が見えましたもんね。なんて書いてあったかわかんないけど。ここだね。飛ばされている。リリーの部屋だ。なぜか鍵かかっている。こっち行けないのよね。これで物置行けないのかな。他のこの部屋は見なくていいの？この部屋用はない。これ行っちゃえばいいのかな？いや、なんか出てきそうで怖いよね、鏡見ると。だからリリーの部屋、鍵あんのかな？え？
鍵かかってんのにどうしろっちゅうね。てるりん。もう一回調べるの。え、どうしろと。え、シンプルにどうしろと言う。ないものねだり状態なんだけど、これ。つまりまあ、こっちには行けてたんだっけ？こっち行けてて、こっちも行けてて、こっちには行けんだっけ？院長室かな？ここも開かないし、どうせ。だよね。怖く、お髪が。髪系がある。リリーへ。退屈だから私と遊びましょう。簡単よ。ぬいぐるみの中を見て。リリーに当てられた手紙。誰がこんなことを。ぬいぐるみの中。うん。何か書かれた紙を見つけた。何これ。その裏にまた文字が書かれている。次はベッドの下よ。あ、なるほど。こうか。おう。次は本棚。で、その次は。今立っているところから西に4歩、南に2歩。はい。1、2、3、4、1、2、ここ木の隙間に挟まっている。4枚揃った。青い花。お、それ見つかった。これリリーの部屋の鍵。とにかくリリーの部屋行ってみよう。お、素晴らしい展開だな。リリーの部屋、こう来て、アルノルト編がまさかあるとは思ってませんでした。アルノルトもでもなかなかいい年っぽいな。あ、でもどうなんだろう、20代後半か30代前半か。そんなことはいいんだけど、開けましょう。ユリの花の模様の鍵を使った。うわ、いっぱいある。え、パソコン。あ、オルゴールか。はあ、メモがいっぱいあるな。といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はリーの部屋をちょっと探索したアルノルト編。あとはまあ気になるのが、ちょっとシャベルで掘り起こしてませんけど、あれは後からできるのかとか分かりませんが、まあ慎重にやっていきましょう、次回も。はい。ではまたよろしくお願いします。バイバイ。